典型的な西洋式玉座の絵。ザグは壇上に設置され、その上には、天外がある。玉座とは、国家の君主のためにあるザグのこと。日本においては、天皇の玉座である、皇御座が有名である。抽象的な意味では、玉座が君主制や汚権そのものを指すこともある。カナダ上院にある、カナダ国王としてのエリザベス二世とエディンバラ公、フィリップの玉座。 議会の開始の際は通常、カナダの総督とその配偶者が玉座に座っている。人類史の大部分にわたって、社会集団は、権威主義体制、特に絶対君主制や独裁体制のもとで統治されており、国家元首たちによって様々な玉座が生み出される結果となった。それは、アフリカ等の地域にあるスツールから、ヨーロッパ・アジア地域の華やかな椅子やベンチのような、 デザインに至るまで範囲も様々である。常にではないものの、玉座はその国家や民衆が持っている哲学的あるいは宗教的なイデオロギーと結びついていることが多く、そのことが在位している君主の下で人民を統治すると、共に玉座にいる君主をかつて玉座に座っていた先代君主と結びつけるという二重の役割を果たしている。そのため、一般的に玉座の多くは、 その土地にとって価値が高く大切なものとされる、発見の難しい希少な素材でできていたり、製造されている。玉座の大きさについては、国家権力の道具として、大規模かつ華やいがデザインになることもあれば、デザインに貴重な素材が何もなかったり、ほとんど盛り込まれていない象徴的な椅子の場合もある。宗教的意味で玉座という用語が使われることがあり、これは、 世界の多くの一神教や多神教において彼らが崇拝する神々がその席に座するという信念を指している。こうした信念は古代に遡り現存する芸術作品や玉座に座った古代の神を論じる文書に見ることができる。主要なアブラハムの宗教では神の御座が宗教的聖典と教えの中で裏付けされている。なお、 キリスト教の宗教儀式では、教皇や司教のための座席に関しても、玉座という用語を使っている。歴史における政治潮流の変化はいくつかの絶対君主政権と独裁政権の崩壊をもたらし、多くの玉座が空位になったが、玉座という椅子の重要性から、中国の竜橋などその国の旧政権を物語る、歴史の遺物として多くの玉座が今も残っている。 古代から玉座は君主と神々のシンボルとされていた。椅子に腰掛ける君主及び神の描写は古代オリエントの美術表現の共通主題である。玉座の語源はギリシャ語のシータロー乳が由来で座席、椅子を意味する。足置き台のついた椅子で格調高いものではあったが権力を暗示したりはしない普通の椅子だった。さらに遡るとインドヨーロッパ祖母の ダーマイナスが根源で、その意味は、支えることである。玉座の語源は、古代中国の戦国時代における有力諸行が皆王号である中、中華統一を果たした旗の衛星が、諸国の王の上にある称号として、皇帝を名乗った。この、皇という文字が、王の上部に玉色を加えている形で、上部が玉の皇帝を示す形を表したものであり、王よりも、 地位の高い皇帝の着座する席が玉座になったとされている。ホメロスによると、アカイア人は神々が望む時にいつでも座れるよう、宮殿や寺院に空席の玉座を設けることが知られていた。最も有名なもののはアミクレスにあるアポローンの玉座である。古代ローマには二種類の玉座があった。一つは皇帝のため、もう一つは女神ローマのためのもので。 礼拝の中心としてその玉座には、彼女の彫像が据えられた。ヘブライ語聖書にある、というヘブライ語を英語翻訳したものが、スローンである。で、エジプト期のファラオは玉座に座っていると、記述されているが、大抵の場合は、イスラエル王国の玉座を指しており、しばしば、ダビデの玉座、または、ソロモンの玉座と称される。ソロモンの玉座については、 列王期一キングス十時十八分マイナス二十で、さらに王は、象下の偉大な玉座を作り、それに、最高の金箔を施した。玉座には六つの階段があり、玉座の頂点は、背後が丸くなっている。座席の両側には、肘掛けがあり、その傍らに二頭のライオンが立っていた。そして六つの、各階段にも左右に、獅子像が、計十二頭立っていた。 どの王国にも似たようなものはなかったと記述されている。エステル記エステル語、3では、同じ単語が、ペルシア王の玉座を指す。神のヤハウェ自身はしばしば玉座に座っていると記述され、聖書の外では、神の玉座として、紙幣においては特にイザヤガキイザヤ66、1にて、天が私の玉座であり、地球は、私の足をき台であるとヤハウェは自ら語っている。 造形製のイヴァン4世の玉座ヨーロッパの封建国では、君主は大抵、ローマ政務官の椅子を元にした玉座に座っていた。これらの玉座はアジアのものと比較してもともとは非常に簡素だった。最も偉大かつ重要なものの一つがイヴァン4世の玉座である。時代は16世紀半ばに遡るもので、肘掛け付きの高性椅子の形状をしており、 造形及び精打ち骨の飾り板には神話的な紋章的な生命の情景が複雑に彫刻されて装飾されている。キリスト教徒の君主の理想とみなされていたダビデ王の生涯に関する聖書記述からのシーンが彫刻された飾り板も見られる。実際には公式な場所で君主が占有していた椅子はどれも玉座の役割を果たしたのだが、 君主が頻繁に向かう場所にはそのためだけに使用される特別な椅子が保管されていることも多かった。玉座は国王と女王のためにペアで作られるようになり、後年ではそれが一般的となった。二つの席は同一であるか、場合によっては女王の玉座はわずかに壮麗さを控えめにした。ビサンチン帝国の玉座には鳥がさえずる精巧なオートマタが含まれていた。 オスマン帝国のチュニスにある摂政地域では玉座がクルシと呼ばれていた。近代初期の時代にも伝統の雰囲気を醸し出す。中世の霊は維持される傾向があり、新しい玉座が作られた時には中世のスタイルを継承するか、あるいは現代的な椅子か、肘掛け椅子の非常に壮大で精巧なものだった。赤い白のディニカースという駅間にあるクジの玉座を描いた絵画、 1850年頃マハーラージャ、ランジートシングの玉座インドアタージクでは、玉座の伝統的なサンスクリット名はシンハッサンナであった。ムガル帝国の時代には玉座がシャーヒータクトと呼ばれた。ゴディという用語は、インドの藩王たちにより、玉座として使われたクッション付きの座席のことだった。ゴディは通常、ヒンドゥーの藩王国の支配者の玉座に対して使われた用語だが、 ムスリムの繁王やナワーブの間では、トラバンコール王国の王族といった例外もあり、両方の座席が似ていたとはいえ、マススなど、またはマストなどという用語の方がより一般的だった。ジャハーンギールの玉座は1602年に、ムガル皇帝ジャハーンギールによって作られ、アーグラ城塞のディワニカースに据えられている。孔雀の玉座は、インドのムガル皇帝の席だった。 それは17世紀初めに皇帝シャージャハーンにより命ぜられ、デリーの赤い城に置かれた。オリジナルの玉座は1739年、ペルシャ王ナーディルシャーによって戦利品として接収され、以来ずっと失われている。その後、オリジナルに基づく代理の玉座が委託され、1857年のインド大反乱まで存在した。宿王国のマハーラージャである。 ランジート・シングの玉座は、1820年から1830年に、金彩区職人のハフェツ・ムハンマド・ムルターニンによって作られた。木材と樹脂でできており、長金のシートで覆われ、多彩な彫刻が金に施されている。カンナダゴ地域にある黄金の玉座は、マイソール王国の支配者の玉座である。黄金の玉座は、マイソール宮殿に保管されている。 伝統的なビルマの玉座に座っている、チャイコーパヤー寺院の仏像ビルマでは、玉座の伝統的な名前はペーリンで、この言葉はパーリ語のパルアンカからで、カウチ、またはソファを意味する。植民地以前時代のビルマのパリンは、君主とその制裁を座らせるために使用され、現在では、サヤドーなど、宗教指導者の座席や仏像の座として使用されている。王家の玉座は、 ヤザパリンと呼ばれ、仏像や、彫像の座は、ガウパリン、サマクハンと呼ばれている。これは、パーリ語のサマッカーンだが由来である。京都御所に保管されている、工業座は、皇位継承儀式で使われる。1990年に、当時の天皇昭人が使用しており、2019年10月の即位礼正殿の儀では、現在の天皇特人が使用した。皇位を意味する、 御座教とは、日本の天皇が玉座にいることを指す用語である。玉座の訓読みにあたる、ミクラが天皇の玉座のことで、京都御所の指神殿にある、高玉座など、非常に特定された玉座を指す場合もある。沖縄県那覇市には、琉球王国の玉座が、首里城に置かれていた。太平洋戦争でオリジナルはすべて失われて、しまったが、首里城の聖殿。 東ハフを復元させる際に内部の玉座も復元された。竜橋は中国の皇帝の玉座を指す用語である。竜は皇后しい皇帝権力の象徴であったため、生ける神とみなされた皇帝の玉座が竜橋として知られていた。この用語は、至近城にある様々な建造物や延命園,園の宮殿における特別な座席のように非常に特定の座席を指している。 抽象的な意味では、竜橋も、また国家元首及び君主制そのものを指す言葉である。ベトナムの皇帝に関しても、玉座を、ベトナムの竜橋という、は、韓国の玉座を指す用語である。抽象的な意味では、李氏朝鮮と大韓帝国の国家元首を習字する言葉とも、なっている。玉座は、ソウルの慶福宮にある、ロシア帝国時代には、 東宮殿にある成城寺広間の玉座が、ロシア皇帝の玉座とみなされた。それは上にプロセニアムアーチと後ろに皇帝家の象徴がある七つの段の上に鎮座している。ピョートル一世の部屋は、前者と比べて控えめである。この玉座は、ロンドンのアンナ内バノブナ皇后のために作られた。ペテルゴフ宮殿の大玉座の間にも玉座がある。一部の君主制の国では、玉座は、 今でも使用されており、重要な象徴的かつ儀式的な意味を持っている。依然として使用されている、最も有名な玉座には、イギリスの君主が大冠式で使うエドワード王の椅子があるほか、イギリス、オランダ、カナダ、オーストラリア、日本や、その他の国で国会開会時に君主が使うことになる玉座がある。いくつかの共和国では、ある国家式典において、 区別を表す玉座のような椅子を使用している。アイルランドの大統領は就任式の際に全副王の玉座に座る。一方で英国とアイルランドの多くの市長はしばしば玉座のような椅子から地方議会を統括する。詳細は、司教座を参照玉座とは、その国を統治する国王や皇帝など、君主のためにある座席であって、宗教的権威者の座席は本来該当しない。 しかしながら、主に、キリスト教系の宗教儀式では、神や聖典が鎮座するための椅子だけでなく、行為聖職者が着座する席のことも、玉座と伝統的に呼び習わしているため、宗教的な玉座として一家に解説する。ベリー公の意図も豪華なる、自答書。ヨハネの目四録四。四より、パトモス島の福音書記者、ヨハネ。 4人の主天使がイエス・キリストの玉座を囲み、24人の長老が両側に座っている。詳細は、EN ・コシードラを参照新約聖書のルカ福音書の1時32分マイナス33において、天使ガブリエルがこの玉座について以下のように述べている。彼は偉大で、最も崇高なる者の,の息子と呼ばれるであろう。主なる神は彼に父なるダビデの玉座を、 お与えになるであろう。そして、彼は、ヤコブの所有地を永遠に収め、彼の王国は永遠に滅びることはなかろう。イエス・キリストは、自身の十二使徒に、イスラエルの十二の部族を治めさせるために、十二の玉座に座ることになるであろうと話した。ヨハネの目視録では、そして私は大きな白い玉座を見た。彼はそこに座り、その顔から血と天が流れ出た。 という記述がある。使徒パウロは、コロサイの信徒への手紙で、スローンズという言葉を用いている。ニセディオニシウスアレオパギタにおいて、EN、デコイレスティハイロキアという言葉は、天使の階級の一つである、座天使。トマス・アクイナスの神学大全では、神が正規の裁きを下せるように越しを担ぐのが、座天使の仕事であると記されており、この書物によってこの考えが広まった。 中世において、ソロモンの玉座は、聖母マリアと結びつけられた。マリアは、イエス・キリストを膝の上に乗せており、玉座の役割を果たしていた。聖書における、ソロモンの玉座において、造下は純潔の象徴として、黄金は、神格の象徴として、そして玉座に取り付けられた6つの階段は、6つの徳の象徴として描かれた。また、ソロモンの玉座は、 聖母マリアと同一視されており、紙幣全体が王座の間として描かれているサーム45-9。イスタンブールにあるコンスタンティノープル総主教の玉座。奥の上段の椅子の上には福音書が置かれ、その手前にある低い位置の椅子が総主教の着座する主教座である。古代からローマカトリック教会、東方正教会、聖公会、その他の教会の主教たちは、 正式には、司教座、カテドラと呼ばれる玉座に着席する。伝統的に聖域に置かれている、司教座は、正しい信仰を施すそして信者らを統率する、司教の権威を象徴するものである。エクスカテドラとは説教の権威を指すもので、特に、ローマカトリックのカノン法の下で、ローマ教皇の宣言が、不可ビューであるため必要とされる、ごく稀にしか使われない手続きである。 このカテドラの存在から、属性の君主に匹敵する重要度があるとして、司教の主教会は、カテドラルと呼ばれる。ローマカトリック教会では、バシリカが現在では、教皇の天外オンブレリーノだとされ、教皇のレガリアの一部として、多くの大聖堂やカトリック教会にもおおむね類似の重要性や、荘厳さが適用される。 司教以外でも、修道院長や女子修道院長など一部の高位聖職者は玉座の使用が認められている。これらは司教座よりも簡素であることが多く、宗派によっては様式や装飾に聖権があったりもする。区別の印として、ローマカトリックの司教と高位聖職者は、特定の教会の行事でその玉座の上に天外をかぶせる権利を有する。天外の天礼職は、 包位の天礼職に一致させるのを基本とする。国を統治する君主が礼拝に出席するとき、彼らもまた天外に覆われた玉座に着座することが許されるが、彼らの席は聖域の外側でなくてはならない。聖教会において、しばしば司教の玉座は足元に一体のライオンが座っているなどビザンティンからの伝来品と修道院聖課隊のストールとが組み合わさった特徴が見られる。 キリスト教における玉座という用語は、教会権威の内総主教を指して使用されることが多い。例えば、エキュメニカルの玉座とは、エキュメニカル総主教の権威のことである。自身の司教座制度にいないとき、司教たちは、天礼目的を全うするために折りたたみストールを使うこともある。ローマのサンペートロ大制度にある聖ペテロ司教座の描画。ローマ教皇は、 ローマカトリック教会と同時に国際法の下では最高位の司教たるバチカン四国の国家元首でもある。1870年にイタリア統一運動で一旦完全消滅したが、それ以前はローマ教皇領の選ばれた君主としてローマ教皇は何世紀にもわたってイタリア半島で最大規模の政治権力を有していた。現在でも聖座は 公的に認められた外交的地位を保っており、教皇大使や教皇特使たちが世界中で外交施設団の代理としての務めを果たしている。教皇の玉座、コシードラ・ロマーナは、ローマ主教としての大聖堂、サン・ジョバンニン・ラテラの大聖堂のアプスにある。サンピエトロ大聖堂のアプス内には、椅子の祭壇の上に、聖ペテロ自身や他の初期の教皇が使用していたとされる聖ペテロ、 死教座がある。この生物は、いいも物で囲まれており、ジャンドレンツォ・ベルニーニが設計した巨大なモニュメントの一部を形成している。教皇のラテラの大聖堂とは異なり、サンピエトロ大聖堂には、教皇のための高級的な玉座がないので、彼が天礼式を指式するときはいつも教皇が使用するための取り外し可能な玉座が、大聖堂の中に据えられる。 第二バチ観光会議を経た、天礼式改革の前は、巨大天外付きの玉座が、黒白の祭壇のやはり取り外しできる、舞台上に置かれた。教皇御子で運ばれるピュス発生。後方に2本の白いフラベッラが付き従っている。この観光は1970年代までに、天礼改革で廃止され、教皇が、サンピエトロ大聖堂でミサを祝うときはいつも、 より単純な携帯持ち運び用玉座が告白の祭壇の前に置かれるようになった。しかし、教皇ベネディクト16世がページの天礼を指揮した時には、より成功な取り外し可能玉座が置かれた。教皇がサンピエトロ大聖堂の広場に面した大聖堂の階段の上でミサを祝う時は、携帯持ち運び用玉座も使用される。過去には、 教皇御腰と呼ばれる持ち運び用玉座も運用されていた。もともとは教皇の儀式前後にある成功な行進の一部として使用され、それはファラオの後期の最も直接的な後継者だと信じられており、両脇に地帯のフラベルダを従える。教皇ヨハネ・パウロ一世は当初これらの使用を中止していたが、群衆にもっと簡単に見えるよう御腰を後に使うようになった。 道ミコ氏は、教皇ヨハネ・パウロ二世が、外出時にパパモビルを使うようになり、お蔵入りとなった。教皇任期の終わり近くに、ヨハネ・パウロ二世は、パパモビル内で使用できる特別な玉座を、車輪の上に組み立てた。1978年以前は、教皇を決めるコンクラーベで、各数企業が投票中に、システィーナ礼拝堂の玉座に座り、各玉座には上に天外を有していた。 開票されて、新教皇が決まると、数奇教は皆自分たちの天外を下ろし、新たに選出された教皇の天外だけを残す。これが、新しい教皇の最初の玉座となった。この伝統は1963年の映画、栄光の座で劇的に描かれた。アーヘン大聖堂にあるシャルル・マーニュの玉座一角の牙で作られた、デンマークの玉座。 ビルヘルムベンズ作北京の資金城にある中国皇帝の竜馬市中尺出店。ありがとうございます。